んにちは、スバジバです。今回もギャラクシーウォッチ4の覚えておいた方がいいカスタマイズ設定をご紹介します。まあ第2弾って感じですね。でまず1つ目からいきます。クイックセッティングのカスタマイズです。これどうやってやるかっていうと、これ表示した状態でこう長押しします。マイナスボタンが表示されていると思うんですけど、これでこのいらない項目を削除することができます。さあ、こういうふうに削除できましたね。足すこともできて、最後のページのプラスボタン、これを押すと足せます。で、例えば音量とかの設定を足したければこうして足されました。で、動かしたいときはホーム画面と同じで長押しして、必要なページのところでこう動かして離すというふうなものです。Galaxy Watch 4の特徴として、タッチベゼルですね。ここ、こう円こういじると、トトトトトトトってバイブレーションが動いて、こういうふうにスクロール操作ができるんですけど、まあ人によってはこれ、誤操作の原因だ、嫌いだっていう人もいると思うんですよ。で、これオフにする方法があります。これは、設定の、一般。これのタッチベゼルですね。これでオフにすると、こんな感じで動かないですね。で、3つ目ですね。フォントサイズも実はこれね、変更できるんですよ。で、これどこで設定するかっていうと、これも設定アプリのユーザー補助。これの視認性の向上っていうところで、フォントサイズですね。で、これで大、中、小で選べます。で、例えば大きくしてみると、はい、こんな感じで結構文字大きくなりました。もう一回変更しますね。小にしてみると、こんな感じですね。文字ちっちゃくなりましたね。私は今のところこれ中で使ってます。こんな感じです。